くちゃねです。よろしくお願いします。今回なんですけども、プラチナチャンスに革命が起きたんじゃないかということで、まずはプラチナチャンスについてと今回の革命新情報について解説したいと思います。まずプラチナチャンスについて、プラチナチャンスとはキャンペーン開催中にチャンスチケットを集めることで参加できるキャンペーンとなっております。チケットをゲットするとアイドルと4桁の数字が表示されています。こちらのアイドルと数字の組み合わせにより当選結果がわかるということになっています。景品もとても豪華で、後から見ていきたいと思います。そして条件なのですが、プロデューサーレベル20、そしてセカンドパネルミッションを開放していることが条件となっていますので、ご注意ください。それでは早速豪華景品について見ていきましょう。こちらが豪華景品となっています。やはり一番は1等のエスレア以上確定チケット21枚、スタトレ21枚、ジュエル2210個、そしてスカチケ21枚。これはマジで豪華ですね。しかし現実的な話をすると、7等から8等のラインが一番の鬼門ではないのかなと思います。なぜならここでジュエル400個の差が開いているんです。これはかなりの差だと感じます。なのでぜひ一つでも多くの7等以上が出るように祈りましょう。続いてここからが革命朗報についての説明します。今回からチケットを25枚集めると5等確定チャンスチケットがもらえるんです。やばくないですか。前回の年末のプラチナチャンスでも40枚近くゲットできたので、毎日ちゃんとログインしてミッションをクリアすると誰でも5等確定なんです。その5等の景品が SS レア確定チケット1枚、スタートレ1枚、ドリンク20個、ジュエル800個です。これが無料で確定でもらえるんです。なのでぜひ今回のプラチナチャンスはログイン、そしてミッションをクリアしましょう。ということで、もうすぐ6周年ということで、だんだんと盛り上がってきましたね。これからどんな情報が来るかとても楽しみです。以上で動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。